どうだ、うん、文科省、はい、虎ノ門に来ましてみんな大好き文科省ということで、文科省って感じですけど、まあ、教科書疑えっていうのは正しいですね。あの本庄佑先生モノベル賞を受賞されたね、教科書疑えって、私は本当にそれは本当だと思いますよ。本当に信じるべきとか信じる、疑うべきは疑う、全部鵜呑みにしないという多角的な視点が大事であろうと思います。そして反ベネスですね、民間がね大学入試の採点ふざけんじゃねって話ですよ。あとは、ね、英語民間試験、なんでそうやって民間に利益をねどんどん提供していくんだということですね。だから萩生田さんはよく立派だと思いますよ。ベネッセを、反ベネッセということだと思いますね。だって天下り作るだけじゃないですか。そして、民間試験、民間の英語試験に、利益が行くだけ、そこに、文科省の役人が、天下るだけじゃないですか。とにかく学校が、大学が必死こいて、先生が必死こいて問題作って、そして必死こいて、採点する、そして、おこいつはっていう学生を取る、そういう努力をねし続けなきゃいけないと思います。どうだ、うん、文科省地震調査研究推進本部、地震調査研究推進本部、地震なんて予知できねえよ。もう無駄な予算だよ、東大のね地震研とかもぶっ潰せって感じで。あと日本ユネスコ、ユネスコなんかいい地域ばっかりじゃないですか。何が記憶遺産って何、そして世界遺産って何、仁徳天皇陵、ね、あれ我が国の天皇、歴代天皇のですね、墓ですよ。それを何遺産って何ですか。現役の、帝ですよ。それがまだ続いてるんですよ。現役の王朝ですよ。何をしてるんですか。そして無駄にねたくさん世界の人が来て、汚れていく、まあ、お墓をね荒らすんじゃない、うるさくするんじゃない、非常にあんと、なんていうね、仁徳天皇陵の、世界遺産登録はもう私は憤りを覚えましたね。まあ、そもそもユネスコ自体が、インチキだと私はもう、随分前から思ってますし、インチキな、ことをしてきてるのを、見てますからね、何をしてるんだと思います。どうだ、うん、文科省